か。6号30ね。よし。ん？おい、何の真似だこりゃ。何って、いちごケーキです。いちごケーキだっつうのは見りゃわかる。チョコケーキでもなきゃチーズケーキでもないからな。そうじゃねえ、ケーキが4つなんだ。この俺に死ねっつうのか。はあ、またですかミスター。間抜け。4つのものから1つ選ぶのは縁起が悪いんだ。5つのものから選ぶのはいい、3つのものから選ぶのもいい。だが4つのものから選ぶと良くないことが起こるんだ。ガキの頃、近所で子猫が4匹生まれてペットにと1匹もらったやつが、その猫に目ん玉引っかかれて片方なくしたのを知っている。もちろん後にするんだ。食べなきゃいいでしょ。いちごケーキが食いてんだよミスター。よう、これから遊ばね。残念、用事あるから。じゃあ。おう。いや、離してよ。無駄だっつってんだろ、おとなしくしろ。駐車中の車の中で殴られている女は半裸状態、口や鼻から血を流して意識を失いかけていた。一瞬関わり合いになるのはどうかと思ったが、銃と弾丸を奪い取るとミスターは飛んでくる銃弾の中で冷静に弾倉に弾を込め、看護師が静脈に注射針を差し込むような気持ちでゆっくりと引き金を引いた。3人の顔面に向かって正確に4回。動くんじゃねえ、今度はちゃんと狙うぞこら。なんて間抜けなセリフ吐いてんだこの俺は。そうじゃねえだろ、なんでくたばらねえんだ、ド頭に食らったのによって言うんだろ。弾が偶然脳みその急所を外れたのか。ところで夢中だったんでよく数えてなかったんだが、合わせて何発撃ったっけ。おい、今このトラックで4発だろ。4発ね、どういうことだよこいつは。4発しかねえぞおい、なんで残り4発なんだよ。おいミスター、あんたが弾丸こぼしたからだよ。落としたからだ。4発って数は縁起が悪いぜ。そんな数鉄砲に込めるなよ、いいことないぜ。そして解除する。何？うわっ！やはり最悪だった。縁起悪いぜ。4って数はいつも最悪なんだ。ガキの頃からそうなんだ。見えない因果関係つうのはあるんだよな。でもよ、それ以外はいい数なんだ。残り一発になっちまったが、最悪の事態は乗り切ったっつうことだよな。数は1だ、てめえちくしょう。俺たちチームはな、そこら辺のナンパストリートや仲良しクラブでぶっ殺すぶっ殺すって大口叩いて、仲間と心を慰め合ってるような負け犬どもとはわけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。普段の心がけが良かったというか、ギリギリ運が良かったというか、さっき拾った氷の破片を帽子の中に入れたおかげで、ナンバーファイブお前だけが廊下から復活できたようだな。よく弾丸を止めてくれた。
三発も。ミスターナンバー2とナンバー3に行ってくれよ。僕らにもハンバーガーを分けるようにって。はあ、何言ってんだ。今ここには食べ物なんかないって。おめえらそれどっから。まさか。なんでわしのハンバーガーが消えるんだ。座席の下に何かいるぞ。やばい。カメ。背中に何か宝石みたいな。どうすんだよミスター。すげえやばいと思うよ。あれ、もしかしてトラック止まっちゃってるのかな。あの窓にくっついているものはなんだ。窓の内側だ。今外見てる時には気づかなかったな。いや、ありゃあの形。指。やっと指から血が出やがったぜ。最初からこうするつもりだったよ。いい食いっぷりだな。ここはブルスケットも行ける。まだ食べられるか。すまない。はい。この男と、そうだな、あいつらの分もブルスケットも4つ。いや、やはり5つにするか。せっかくだ、俺も付き合おう。かしこまりました。で、話の続きだが。オーケーだ。あんたとはうまくやっていけそうだ。だからオーケーだ。ただし、ドルチェもおごってくれ。この店にイチゴのケーキはあるかい？変わったやつだな、お前は。真の覚悟はここからだ。ピストルズ、てめえらも腹をくくれ。ホワイトアルバム、ジェントリーベイブス。頭に勝った。冷蔵庫。すみません、確かに神経質になりすぎていました。ジョルノ、てめえ何の冗談だ。いつこの冷蔵庫に入れたんだ。チキンの食い残しなんかでこの俺を驚かそうなんてよ。なんか面白えのかよ、こんなことしてよ。ダメだ、届かねえ。みんな探せ、やつを見つける。全部くれ。ブーツの内側に入ってる。ええ。もたもたすんなよ。早く弾丸をくれ。ミスター。トリッシュ。
もう一発落とせ。俺の手のひらから弾丸を。早く落とせよ。床に落っこってんのは4発じゃねえか。4はダメなんだ。4って数は俺の周りにいつだってあっちゃいけねえ数だ。お前が手渡した時落ちたんならお前があと一発落とさなきゃならねえんだ。ならんちゃう。トリッシュ、お願いだ。早くもう一発、もう一発俺の手から。ならんちゃーん。な、そしてこれは何なんだ、この石は。チャラティー。